メリーとはここで別れるんだったな。なあルフィ、俺少しメリーと一緒にいていいか。あ、わかった。じゃあ先に行ってるぞ。なんで彼は残ったの？そっとしておいてあげて。俺と決闘しろ！このウォーターセブンも前のアラバスタと同じように現実の世界と全く同じじゃないのよね。見た感じ変わってるところはねえな。俺たちここで何をすればいいんだ？そうだな、アラバスタじゃクロコダイルを倒したから、ここでは CP9 のロブルッチを倒せばいいんじゃねえか。それなら今回はそいつを倒すことで目的を達成できるはずだわ。そうか、それじゃあ鳩のやつを探すぞ。ロブルッチって何者なの？恐ろしく強い敵よ。 CP9 という殺し屋集団のリーダー格なの。そうだな、鳩のやつは強かったな。闇雲に探してもやつがどこにいるかわからねえ。まだアクアラグナは来ていないようね。ってことは、鳩の野郎はまだ船大工をしている頃合いだな。じゃあ決まりね。向かうのはガデーラカンパニーよ。ところで、アクアラグナって？とても大きな高潮のことよ。もしその最中なら、この辺は海の底に。アクアラグナってすごいのね。レンタルブルショップ。
ミス・オールサンデーことニコロビンを仲間に加え、一味の冒険は続く。天空に浮かぶ空島、10の島が連なるロングリングロングランド。数々の航海で傷ついたメリー号の修理のため船大工が必要だと一味は考え、次の島へと向かう最中、一味は海上を通る海列車パッフィングトムと遭遇する。駅長の心から造船業で有名な水の都ウォーターセブンの話を聞き、一味はゴーイングメリー号の修復と船大工を仲間にすることを決める。ウォーターセブンに上陸し、命名に町を巡る一味。そのさなか、ロビンは CP9 と名乗る謎の集団と接触し姿を消してしまう。一方ルフィは腕利きの大工が揃う造船会社ガレーラカンパニーと接触、社長のアイスバーグにメリー号の修理を依頼するのだった。この自転車は？ここに奴が向かっておるとの情報は本当だったようじゃな。どうします？面倒な奴が現れたもんじゃない。計画の修正が必要なようじゃ。では飛翔艇を襲撃する計画は延期に。海軍大将がおるうちは表立って事件など起こせんわい。カティ・フラムの持つ設計図を優先した方が良さそうじゃな。まずはみんなに報告せい。はっ。上に着いたぞ。ガレーラカンパニーはあそこか。道を回るしかないみたいね。行きましょう。さあガレーラカンパニーの一番ドックに向かうわよ。白い大きな家がたくさん。みんな綺麗ね。気に入った？すごい。あれは、あ、それって何？いろいろ気になるみたいね。見たわ。ガレーラカンパニーよ。ここは何？造船所だ。ここで船を作ってる。ここで船を作るの？アディオの家より大きな船ができそうね。さあロブルッチを探しましょう。みんな忙しそう。リム、邪魔になるといけないから勝手に動き回っちゃダメだぞ。そうね、気をつけるわ。フランキー一家に奪われた2億ベリーを取り返すため単身乗り込むウソップだが、帰り討ちに遭ってしまう。意識を取り戻したウソップにルフィはゴーイングメリー号が修理不能であることを告げ、新しい船を買おうと話すルフィにウソップは反発。口論の末ウソップは一味をやめると言い出す。
メリー号をかけて決闘するルフィとウソップ。さまざまな奇策で翻弄するウソップだが、実力差は大きく、最後はルフィが勝利。メリー号はお前の好きにしろと言い残し、ウソップと決別してしまう。その頃、取引から戻ってきたフランキーは全壊したアジトを目撃する。子分たちから事の顛末を聞いて激怒したフランキーはルフィを見つけると喧嘩を吹っかける。一方、ウォーターセブンでは市長アイスバーグが襲撃される大事件が発生。犯人の一人がニコロビンだったという証言から、ガレーラカンパニーの大工たちの怒りはルフィへ向いてしまう。ルフィとフランキーの喧嘩はガレーラの船大工たちも巻き込んだ三つどもえへと発展していくのだった。鳩のやつはどこだ、教えてくれ。誰がばあさんじゃ。ばあさんじゃった。あたしゃ忙しいんだ、後にしておくれ。そこをなんとか。なんと言われても今は無理だよ。ほんと、あの二人はどこでサボってるんかね。ちょっとあんたたちやめときな。忙しい時は何を言っても聞きゃしないよね、ハツバ。誰が発売じゃ。わ、わちじゃった。わあ、今は忙しい、忙しすぎるんじゃ。私、おばあさんに聞きたいことがあるんだけど、相手にしてもらえないのよ。どうしたらいい。そうは言われてもどうにもできないよ。せめてユカとニーナが来るまで待ちな。誰なの、そのユカとニーナって。ああ、この食堂の看板娘だよ。あの子たちが来ればハツさんも少しは手が空くだろうさ。それにしても遅いね。もうとっくに来てもいい時間なんだけどね。何かあったのかね。そうか、そいつは心配だな。どこかでレディーが困ってるならエスコートするのがこのプリンスの務め。任せろ、二人は俺が連れてくる。おい待て、どこに行く気だグルマユプリンス。闇雲に探しても迷うだけだ。てめえにだけは言われたくねえな、クソ剣士。ちょっと、あんたたちいい加減にしなさい。はあ、面倒だけどさっさと片付けるのが良さそうね。おや、あんたたちが探してきてくれるのかい。見かけによらずいい子たちだね。助かるよ。妹のユカはメガネでショートヘア、人の少ない資材置き場あたりにいることが多いね。姉のニーナは鏡のくせっけ。船が好きだから製造中の船でも見てると思うよ。ほらほら、これ以上忙しくなる前によろしく頼んだよ。
行くぞ。この場所は何？見たとこ、資材置き場だな。そういや、ナミさん、市長邸はどこにあるの？どこって、市長邸なら一番ドックの奥に。あれ？そう言われてみると、さっき中を見て回ったけど、どこにもなかったわよね。きっとこの世界の市長邸は別の場所にあるんだ。外に出て聞き込みをする必要がありそうね。適当に歩いてりゃ見つかるんじゃねえか？あんたね、はあ、なんとなく誰のせいで場所が変わったのか分かったような気がするわ。とにかくおっさんの家を探せばいいんだろ。そうね、探すしかないわね。よし、行くぞお前ら。ねえ、アイスバーグはどんな人なの？ガレーラカンパニーの社長でありながら、ウォーターセブンの市長もやってる人よ。この綺麗で大きな町も、すごい人ってのは分かったわ。おい、
あいつはまさか。うわ、こいつ青木じゃねえか。あらら、ここに現れたか。ロングリングロングランドで会えると思ってたんだがね。予想は外れちまったみてえだな。こりゃいい女になったな、ニコロビン。ちょっと待ちなさい、カッカしなさんな。俺がここに来たのはニコロビンと麦わらのルフィ、お前を一目見るためだ。やっぱりお前ら今死んどっか。ロビンちゃん、大変だ、すぐに解凍しないと。まあ成り行きってやつか。お前たちの冒険はここまでだ。ルフィ戦うぞ。政府はまだまだお前たちを軽視しているが、これだけクセモノが顔を揃えてくると後々面倒になるだろう。これまでにお前たちがやってきた所業の数々、その成長の速度、長く無法者を相手にしてきたが末恐ろしく思う。そして政府に及ぼす危険度が最も高いのはニコロビンだ。もうこれ以上は見逃せねえ。ふざけんな、ロビンは絶対に渡さねえ。じゃあ俺を止めてみな。まあ無理だと思うがな。ぶっ飛ばしてやる。肩慣らしていくか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。あんたらも運が悪いね。ひどいことするじゃないの。ザンダーボルト。あららら、よし行くか。行くぞ。二刀流、いよい羅生門。あんたらも運が悪いね。アイスレイジ、これくらいで弱音吐いてちゃう。ありがとう。あんたらも運が悪いね。いけるか。ゴムゴムのストーム。あらら、やるね。俺の能力をよく知ってるじゃない。覚えた。こっちは何度も食らってんだ。初対面の相手に何言ってんの。それとも夢の中なんかで先に会っちゃってたわけ。みんな、ロビンとナミを連れて行け、早く。こいつあの時より強い。分かった。ナミさんとロビンちゃんを避難させたらすぐに戻る。おう、逃がさねえよ。待て、俺の仲間には手を出すな。この勝負俺とお前でケリをつけよう。構わねえが、面倒なんて殺していくぞ。やれやれ、しんどいな。ここまで手こずるとは思わなかったぜ、麦わらのルフィ。一騎打ちを受けちまったからにはこの勝負俺の勝ちで、それまで。そういうことか。これ以上他の奴らに手を出せば野暮は俺だわな。なあ船長。うん、脈拍は正常だな。とりあえずロビンは大丈夫だ。ロビンちゃん、よかった。ナミさんも無事だ。ロビンの体は冷え切ってる。
早くメリーに戻って温めないと。よし、そっちは頼むぞ、チョッパー。俺たちはルフィを助けに戻る。分かった。こっちは任せてくれ。ルフィはここだ。芯が完全に凍っちまってる。まずいな。早く溶かさねえと。急いでメリー号に運ぶぞ。急げ、チョッパーたちと合流だ。わかってる。確か水で溶かして、それからお湯だ。メリー号に戻れば湯も水もあるな。みんなもロビンちゃんを連れてメリー号に戻ってるはずだ。いいか、クソ剣士、メリーんとこ行くにはまずヤガラブルに乗って。うるせえ、わかってる。このまま通り沿いに進めばいいんだろ。違う、追わねえ。正解だ。ああ、急ぐぞ。もう少しだ。慎重に運べ。どこも壊すんじゃねえぞ。ああ、分かってる。急ぐぞ。ゾロ、サイジ君。おい、メリーはどこに行ったんだ。ウソップは。ルフィも凍ってる。落ち着け、チョッパー。メリーとウソップに何があった。わからないんだ。俺たちが来た時にはもう。あいつは海賊狩り。じゃあこいつら麦わらの一味か。船長はいねえようだが、なかなかの賞金額だぜ。いただいちまおう。てめえらも、うちの狙撃手と船を奪いやがったの。狙撃手、何のことかわからねえが、船は俺たちが有効に使ってやるよ。解体してんな。中身が凍って大変な時に悠長に構えてる時間はねえ。船と仲間返してもらうぞ。こいつらの格好なんか見覚えあるような。奇遇だな、ナミさん。実はそれ俺も同じなんだ。まさかこれは二人が惹かれ合ってる証拠。おい、アホコック、悠長に構えてる時間はねえって言っただろうが。パーティーテーブル、キックコース。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわ。サンダーランステンポ。任せろ。きっちり。モンスターポイント。天候の科学、とくとご覧あれ。一人10万よ。シーアワンチ。やりやがったな。手強いぞ。フランキー一家を舐めるなよ。バラした船は返さねえが、その借りは必ず返してやる。あの格好、確かにそうだわ。あいつらフランキーの仲間よ。そういえ見覚えがあるな。それじゃあウソップはメリーごとフランキーのところってことか。そうね。ウソップがメリーを置いて逃げるとは思えないわ。メリーの中にいると考えるのが妥当ね。とにかくあいつら追いかけましょう。待ってくれ。今はルフィとロビンが危ねえから、こっちの治療が先だ。そうだな、ロビンちゃんとルフィが先だな。
でも治療するって船がないのにどうするの？氷は水でも溶かせるけど必要なのはお湯なんだ。お湯がないと二人の体温を戻せない。わかった、行くぞお前ら。町に戻れば湯くらいどっかにあんだろう。ちょっとルフィは凍ったままでいいの？体力のあるルフィより今危ねえのはロビンちゃんだ。グズグズしてると手遅れになっちまう。街中に着いたけど二人を温められるだけのお湯なんてどこに行けば手に入るんだ？大きな浴場でもあれば話は早いんだけど、とにかく町の人に聞いてみましょう。おう、待ってろよルフィ、ロビン。俺が絶対に二人を治してやるからな。出ているわ。確かにここにはお湯があるんだが、すまんが所有者の許可なく通すことはできんのだ。お願い、仲間を助けるためにたくさんのお湯が必要なの。無理を言うな。まあ俺の工場の前で何の騒ぎだ。知らねえ顔だな。俺に何か用か？心音も脈拍も正常だし、とりあえずは大丈夫だな。チョッパー、ロビンちゃんは？奥のベッドで休んでる。体力の消耗が激しいけど大丈夫だ。助かったわアイスバーグさん、ありがとう。いや構わねえよ。それよりお前ら、フランキーのアジトを探してると言ったな。あいつのアジトは町外れの地下水路の先だ。急を据えてやってくれ。まだ無理しちゃダメだ。アイスのおっさんに肉食わせてもらったからもう大丈夫だ。それよりフランキー一家のアジトは地下水路の先だって話だが、前に行った時は海岸の方になかったか？そういやみんなと言ったな。あのふざけた形の家のことだろ。ここはメモリアよ。この辺は実際と違ってるんじゃない？それにアジトがもう一つあるって聞いたような気もするし、とにかく地下水路に行くぞ。ウソップは前も連中にひどい目に遭わされてるし心配だわ。ねえ、あんなにカチコチだったのに本当に大丈夫なの？おう、触ってみるか。ちゃんと伸びるぞ。別にいい。いたぞフランキー一家だ。誰だてめえらは？ここはフランキー一家の縄張りだ。命が惜しけりゃすぐに消えな。お、こいつ麦わらのルフィだ。にぎやかな奴らだ。勝手に騒いでやがる。お前ら邪魔だ。そこをどけ。ふざけるな。何わらだろうが関係ねえ。
みんなで撃ちまえ。おいお前、任せて。やりやがったな。くそ、あの地獄の2年間に比べたら。くそ、お前らなんかアジトで兄貴にぶっ飛ばされちまえ。だがそのアジトにも行かせんぞ。おい、バルブを開いて水の壁を張っとけ。わかった、任せとけ。じゃあな、バカ野郎ども。あいつらバラバラに逃げていきやがった。それに水の壁ってなんだ。なんでもいい。フランキーのところに行ってウソップとメリーを取り返すぞ。ありがとな。ねえ、どこまで降りるの？下に着くまでだ。なんだか変な匂い。あんまり長居はしたくない場所ね。フランキーのやつは本当にこんなところにいるのか。いてもおかしくはねえな。この水じゃ進めねえな。行くぞ。輪っかがあるな。よし。と思って舐めてると痛い目見るわよ。行くぞ。手はだ。おう。竜巻。どうしたクソコック。バテ。マリモのやつには、ま、お、さっき逃げたやつだ。行くぞ。
面白い仕掛けだな。行くぞ。よし。また水位が下がったぞ。いちいち面倒ね。もう終わりだといいんだけど。スイッチの他にもこんなものまであるのか。手が込んでるわね。だてめえら、フランキー、ウソップとメリーを返せ。兄貴、こいつらだ。俺たちの邪魔をしやがったのは。そうか、てめえらか。子分たちを可愛がってくれたってな。スーパーなお仕置きが必要なようだな。さすが兄貴だ。兄貴、やっちゃえ。フランキーはこんなやつだったか。改めて見ると感じ悪いわよね。調子に乗りすぎだパンツ野郎が。いきなりやる気満々じゃねえか。いいだろう、相手してやる。俺はこの島一のスーパーな男、ウォーターセブンの裏の顔。そうだ、俺は人呼んでワーオ、フランキー。おめえら全員覚悟しやがれ。ディアブルジャンブフランバーグサント。いけるか。ゴムゴムのストーン。俺様の技術力味わわせてやる。サンダーライン旋風。まだまだ。それもやれ。こいつ強えな。ギアセカンドゴムゴムのジェットバザーカー。やった。ぶちのめしてやるよ。それやせる。きびれる。10万よ、シーアウパンチ。みっともねえな。よし、刀の首にしてやる。くそー。
こっちのフランキーもすっげえ頑丈だったな。後ろからの攻撃には弱いがな、狙撃キングに針を刺された時めちゃくちゃ痛がってた。待て、お前ら！ゾップ！そうか、おめえらがこのお兄ちゃんの仲間なのか。ああ、何の話だ。船を解体しようとしたらこいつが出てきてな、話は聞かせて。何？どうしたの？いや、何も言うな。おめえらの旅路は俺のハートを揺さぶったぜ。この船との絆を命を通して守ってきたなんてな。ちくしょう、泣かせやがるぜ。まったくおめえらはスーパーな船乗りだ。ウソップ、お前あいつに何を話した？あの時と同じように俺たちとメリーの話をしただけだぜ。あんたね、一体どれだけ話を持ったのよ。お前はハトのやつ。なんだお前は、気安く話しかけるな。どこかで見た顔だと思ったらアイスバーグんとこの船大工じゃねえか。お前の持っている古代兵器の設計図に用がある。おとなしくついてこい、カティ・フラム。ああ、ガレーラの一大工が偉そうに。急にどういうこった？そして言ってる意味もわからねえな。待てよ、鳩のやつ。お前に用があるのは俺たちの方だ。うん、この一件は政府の機密事項じゃ。出会い頭で悪いが、お前らには消えてもらう。我々 CP9 は物心ついた頃より政府のために命を使う覚悟と人体の限界を超えるための訓練を受けてきた。そして得た力が6つの超人的大義、六式。たかだか一海賊団のお前たちとの桁違いの戦闘力の差を見せてやる。きっちり型をつけるとするか。うそれ、その程度か。ゴムゴムのストーまずいわね、こいつ強いわ。俺の番だな。アームポイント北底路線を満ち。ディアブルジャンブフランバーグシャット。やりやがったな。まだ行くぞ。気を抜かねえ。ギアセカンドゴムゴムのジェットバグレーカー。行かねえよ。うそれ、肩をつけるとするか。
俺に任せろ。まずい。その程度か。ゴムゴムのジェットバズーカ。乱客。痛いじゃないか。俺だって強くなったんだ。こんなやつ大丈夫。これでみんな直せ。ありがとう。お。散り方をつけるとするか。邪魔だ。俺がやる。水だ。悪いな、ルフィ。残らず地獄に送ってやる。ただのチンピラではないようだ。そこまでじゃ。アクアラグナが迫っておる。遊んでる時間はもうないぞ。ウソップ。アクアラグナまでもう時間がない。カティフラムを連行する。この男はどうします？さっきカティフラムと何やら話しておったの。いや、何か知っているかもしれん。その男も連行せい。じきにここも沈む。揃って地獄に行くがいい。麦わらのルフィ、こんな弱い部下を持ったのがお前の失敗だ。後のやつを追ってウソップを取り戻す。つまり世界政府の本拠地エニエスロビーに殴り込みか。そうだ。お前たち行くぞ。あとは市長邸じゃな。いや、もうあそこには用はない。どういうことじゃ。こいつの口ぶりで確信が持てた。目当てのものはこいつが知ってる。エニエスロビーか。またあの時みたいに敵がたくさんいるのかな。みんな急いで町に戻りましょう。あいつらが町を出る前に追いつけるならそれに越したことはないんだから。Thank you.
ロビンちゃん、体はもう大丈夫なのか？ええ、もう大丈夫よ。完全に凍ってたんだ。しばらく無理は禁物だぞ、ロビン。ありがとう、チョッパ。心配かけたわね。ごめんなさい。ロビン、ここにハトのやつが来なかったか？え、来てないわ。どうして？ウソップが連れて行かれちまった。ウォーターセブンから出る前に奪い返さないと。ここに来る途中、町の人が政府の専用の列車が出たと話していたのはそのことね。もう列車は出たのね。じゃあ急いで列車を追おう。待ってルフィ、アクアラグナで海列車は今動いてないわ。どうしよう、ルフィ。アイスのおっさんに海列車を借りよう。それしかなさそうね。もう一度市長邸に向かいましょう。よし、おっさんのところに行こう。たんじゃなかったの？私の正体に気づかれると面倒になると思ってそっと抜け出してきたのね。そっか、ロビンは最初アイスバーグさんに危険視されていたんだったらね。おい、そんなことより市長邸は町の下の方だったよな。上だ、上。てめえは黙ってついてくれいいんだよ。アイスのおっさん、エニウスロビーに来て手伝ってくれ。まあ、いきなりだな。何があった？ルッチに覚悟か。にわかには信じがてえが、いや、信じたくもねえが、狙いを聞きゃ思い当たる節は。フランキーのやつも連れて行かれたか。俺は仲間を奪い返す。お前だ。サイファーポールのエージェントを追うつもりか。間に合わねえ。奴らはすでに海列車でエニエスロビーに向かっているだろう。そして今はアクアラグナが迫っている。まあ船だと出せんな。頼むよおっさん、仲間が危ねえ。フランキーも一緒にさらわれたんだ。確かに。かつてアイスバーグとフランキーは共に造船会社トムズワーカーズで働いていた。当時自らをカティ・フラムと名乗っていたフランキーは大事故によって数年姿をくらます。4年後、生還したフランキーに涙したアイスバーグは師匠のトムから託された古代兵器プルトンの設計図を彼に渡す。そして世界の命運を握る恐ろしい兵器の復活を防ぐため図面とともに町から出るように頼む。だがフランキーは
設計図を手放したアイスバーグが政府に狙われる危険を感じ、町に残ることを決断するのだった。そしてアイスバーグは市長として、フランキーはゴロツキをまとめる解体屋として、表と裏それぞれがウォーターセブンの顔役となっていった。詳しいことは話せん。だがお前たちにフランキーを頼んでおいいか。分かった。アクアラグナを超える手段がたった一つだけある。こっちだ、ついてこい。地下道の先に昔使っていた倉庫がある。そこに向かう。そこに行けば鳩の野郎を追っていけるのか。ああ、試作品の海列車が命の保証はできねえ代物だった。それでもいい。俺たちは必ずウソップたちを取り返す。こんなお願いをするのもなんだが、フランキーのやつも助けてやってくれねえか。ああ、あいつも俺たちの仲間だ。必ず取り戻す。そうか、ありがとう。感謝する。とりあえず地下2階まで行ってくれ。あ、わかった。そこの扉だ。鍵は俺が持っている。倉庫はこの奥だ。まあ、しかし久しぶりにここへ来たな。1年間放置していた場所だからな。悪いが我慢してくれ。ここまでひどいことになってるとはな。こっちにも変なのが嫌がるし、さすがに管理しなさすぎだろう。この先だ。この先に海列車がある。少し準備に時間はかかるぞ。ああ、ありがとう、アイスのおっさん。少し時間をくれ、調整する。まあ、嵐を抜けるんだ。何が起きるかわからねえ。細部まで点検しておいた方がいいだろう。古代兵器の図面の行方を探るため、ウォーターセブンへ潜入していたルッチたちは、
アイスバーグを襲撃。古代兵器復活の鍵を握るニコ・ロビンとフランキーを捕獲し、エニエス・ロビーに戻ってきた。ロビンを救出するためルフィたちは暴走海列車ロケットマンに乗り込んで追いかけることに。一方エニエス・ロビーでは長官スパンダムのもとに全ての CP9 メンバーが集結していた。世界政府の諜報機関サイファーポール、その中で秘密裏に行動する9番目の暗躍機関 CP9 は闇の正義の名のもとに殺しのライセンスを与えられた恐るべき集団だった。ウォーターセブンでロビンに接触した彼らはロビンを脅し、彼女は麦わらの一味が無事に出航することを条件に CP9 と行動を共にすることを選択したのだった。護送船の準備ができ次第正義の門を通り、ロビンは海軍本部、フランキーは深海の大監獄インペルダウンへと連行されることに。そこにルフィたちが突入。海兵たちをなぎ倒しながらロビンたちが囚われている司法の塔へ向かっていく。先行したルフィは裁判所の屋上で CP9 の一人ブルーノと対決することになる。ルフィはゴムの能力を応用しポンプで全身の血液を加速すると、全ての技の威力が飛躍的に上がる技ギアセカンドでブルーノを撃破。そして司法の塔に向かって叫ぶのだった。ロビン迎えに来たぞ。裁判所の屋上でロビンへ向けて叫ぶルフィ。その声を受け勢ぞろいする CP9。 一にもまたガレーラの船大工たちやフランキー一家の協力で屋上に到達した。な連中だ。ん？なんだこの音は。いや声か。俺を呼んでいるのか。お前なのか。俺をここへ呼んだのは。なんだよアイスバーグ、てめえ突然現れたと思ったら何一人でブツブツ言ってやがんだ。そうか、お前らには聞こえてねえのか。だがちょうどいい、お前らも手伝え。
この船直して海に出すぞ。はあ？